蜜蝋蜜蝋は蜜蜂の巣を構成する蝋を生成したものを言う。蝋は働き蜂の蝋分泌腺から分泌され、当初は透明であるが巣を構成し、巣が使用されるにつれて花粉、プロポリス、幼虫の眉、さらには排泄物などが付着していく。養蜂において蜜蝋以外のものを基礎として巣を構築させた場合、それらが蜜蝋に混入する可能性もある。 生成の方法には、太陽熱を利用する非熱法と、加熱圧策法とがあり、効率の点では加熱圧策法の方が優れている。融点は62摂氏65度、酸化17から24、エステル化70から80、喧嘩化90から100、零重0.93から0.97。融点の高さを生かし、化粧品の原料として用いられることが多い。ジエチルエテル。 クロロホルム4塩化炭素植物油に溶け、鉱物油には溶けない。一般に化学素性は複雑で重量にして1%以上を占める成分は21種類あり、代表的なものはモノエステル、炭化水素、ジエステル、有理酸、ヒドロキシモノエステルである。成分の多くは生成の過程で生じる可能性がある。巣を作ったバチの種類によって 成分の比率に違いが生じる。香りの成分はアルデヒド類、ケトン類など数十種類を数える。色は蜜蜂が持ち運んだ花粉の色素の影響を受け、専用色ないしオード色をしている。最大の用途はクリームや口紅などの原料。パラフィンワックス製のものに有点を高める目的で混ぜられる場合も多い。パラフィンワックスが発明される。 以前の中世ヨーロッパでは、教会用のろうそくの原料として盛んに用いられた、裾の材料となる。裾とは、ろうでできた板で、蜜蜂はこの上に蜜ろうを盛り、巣棒を構成する。さらし蜜ろうとして、軟骨機材や、整形外科手術などで切除した骨の断端に詰めるなど、して利用する。花粉由来ビタミン類、鉄分及びカルシウムなど、 ミネラル類、蜜朗本来の使用性ビタミン類といった栄養成分が含まれているため、現在では食用に素のままの状態で健康食品として、コムハニーという名目で販売されているほか、カヌレやガムなどの洋菓子にも使用される。かつて欧州ではバターが量産普及する以前では、バター同様に調理用油脂として用いられた。また、古くから中世にかけて、 蜂蜜の生成方法が普及されていない時期は、欧州や中東地域、中国周辺地域、アフリカ大陸、南北アメリカ大陸では、蜂蜜と酢を共に摂取するという形で、蜜楼は常食されてきた。特に欧州では、蜜楼のままでもカロリーが高いウェス食い食物としても利用された。ワックス、クレヨン、接着剤、ガム、リトグラフ、エッチング、 老血染めなどにも用いられる。初期のシリンダー型蓄音機の円筒型レコードにも用いられた。他に手紙や書簡を風鈴のようにシーリングする風楼にも古来から用いられてきた。雅楽の楽器である章の調律にも用いられるが、その場合は松屋にと混ぜ合わせて用いる。ありがとうございます。